マヌエル・ピント・ダ・コスタは、サントメ・プリンシペの経済学者、政治家。サントメ・プリンシペ解放運動社会民主党の一等性社会主義国家を築き、1975年から1991年にかけて初代大統領を務めた。2011年8月に大統領に再選され、2016年9月3日まで在任した。ドイツ民主共和国で教育を受けたため、 公用語のポルトガル語に加え、ドイツ語も堪能。アンゴラのジョゼルアルドドス・サントスとは、MLSTP とアンゴラ解放人民運動が深い友好関係にあった頃からの窮地の中である。民政移管に伴い行われた1991年の大統領選には出馬しなかった。1996年の大統領選では、 ミゲルとロボアダとの決戦投票の末、47.26%と、過半数に届かず落選した。2001年の大統領選でも、第一回投票でフラディケ・デメネゼスに過半数を取られ、落選した。1998年5月に、MLSTP 代表に選出され、2005年2月に、ギリエル・メポーセル・ダ・コスタに引き継ぐまで務めた。 2011年7月の大統領選には無所属で出馬し、第1回投票で多くの票を得たが過半数には至らなかった。決選投票は8月7日に行われ、与党独立民主行動から立候補した対抗馬のエバリスとカルバリョを53%の得票率で破った。選挙期間中、ダコスタは安定した政治と汚職の広範囲な撲滅を訴え、 主要候補の支援を得ることに成功。元首相のマリアダスネベスは彼の構想は我が国に希望をもたらしうると明言した。しかしアナリストの中にはかつての独裁体制の復活を危ぶむ者もいた。ありがとうございます。